お疲れ様、サラッタです。今日はですね、こちら 1.9 ロイホグやっていきたいと思います。ということで、超高回転のロイホグですね。なんかこういうのってホグとか枯渇とかはね、よくやったことがあるんですけど、まあロイホグの高回転ってあんまないなと思い、ロイホグでやっていきます。なので今1コース4枚と、まあ、やりこウッドの、ロイホグというわけで、アイスピーさよならしました。なんか1コース別にどれも優秀なんで、ヒースピー、ファイスピー、アイスピレスピロスケか、でスケ入れるとして、どのスピリット当てそうってなって、ロイホグとヒースピはね相性いいの でファイスピもまあ強いので、エレスピはスケライン強いのでっていうので、アイスピ捨てました。よろしく。さあ、で今回は吹き矢とかではなく、やりこぶコウモリにしたのには訳があって、このセパがめっちゃ強いんですよ。やりこぶコウモリって片サイドにね出すこともできるし、セパって攻めることもできるので、ロイホグのねこのセパって攻めれるっていうのとすごい相性がいいんじゃないかと思って、このやりこのねセパセパ部隊で行こうと思ったんですけど、今回相手がライドラ君ということで、早めにこれ近起動したいですね。今回多分バルーンだと思うので、バルーンだった時にこれは激アツですね。はい、もう近起動したので、こっからはもう俺のターンやね。あー、でどうせトルネードがあるんで、まあ起動されたらされたかなぐらいの感覚でいっぱい後ろに付け出してあげます。そうするとね、近起動もしにくいと思うんでね。いや、いいよ。さあ、近起動されないのは全然いいんでね、コスト使ってほしいって思いもあるんですけども、近起動される方がやっぱしんどいんでね、僕からしたら。さあ、でトルネードもあるかもしれないので、上と高めとなんなら分けながらの、いらなかったですね、やりゴブリン間違いなく。でこれトルネードしても多分後ろに残りかすって言うとあれですけど残りのね可愛いヤリゴブリンがいるから、近起動できないよっていう、しても大ダメージ受けちゃうよっていうので、もうなんか勝てそうですね。はい、まあボーラーバルーンでやっぱ形組まれるときついので、もうその前にね、組まれる前にこっちから行ってやろうぜの豚ラッシュ。はい、セパセパからの投げるだけ、ヒースピ添えてファイスピまで添えちゃおう。いや、で回復して豚が結構入るよ。いや強っ。いや、このセパがねめっちゃいい味出すね。さあ、でこれはちょっとこっちに、待って、そんないい感じに釣れる、ちょっと待って予想外すぎる。さあ、フリーズ来る。今のはね自分でもびっくり。ああ、一発入るそれ、ちょっと痛すぎる。それに関してさすがに痛い。で、あれはもう豚圏内なんで、削ってあげて、ウッドもね、ちょっと合わせて削っていこう。いやー、で、これに関しては多分、キングいっといた方がいいっすね。じゃないと、普通に、なんだろうな、これ、どっから止めてもきついじゃんっていう。ね。さあ、で、守りたいが、守れないかもしんないね、これは。でもキング行ってることによってなんとかはなりそうですけど、真ん中バルーン来ないでと祈りながら、これ2周目、いや、熱い、待って、めっちゃ頑張ってる。さあ、からのさすがに1回振るだけ振ってからの、実はもう1回右を攻めたいんだよね。あのライドラ入りだけでやばい、まあ、バルーンやりたいでしょうね。でもそのありがとうは甘えてる。なんならこれが本物のありがとう。あ、待てよ、あとちょっとなんだね。あとちょっと、これどっちに行く。いや、このヒースピ絶対止まらん。いや、そのランバーは甘えてる。うえー、さあ、ありがとう返し、ホレイ返し、あれ、よろしく。いいんちゃう。まあ序盤にもうちょっと行きたかったかな。やっぱもう見ての通り守れないので、このデッキはひたすら攻めるだけです。はい、みんな攻めるだけなんで、使うのは簡単です。本当に攻めるだけでなんとかなります。あー、このゴーストとかはもうめんどくさくてしょうがないな。もうどうしようってなっちゃうんでね。あ、見なかったことにしてほしい。いたい、いない、いない。
さあゴーストエレキタルか、トルネ入ってそうだね。ゴルナイトルネドリルとかじゃないのかな、わかんないけど、さあそれっぽいの来ましたね。痛い。さあトルネード使ったので、ここは私のターンということでよろしいでしょうか。まあ基本的に攻めて、まあカウンター来たら来たでいいかな。あでこれに関しては固めちゃう、ゴーストいるんでね、エレキ溶けちまえ。いやーこれさ、キング起動したいねんな。でもこんなカードじゃね、なかなかできないんですよ。痛い、マジで痛い。これもっと投げた方がいいかもね。次の俺のマジエちゃんじゃね、ロイフコウモリ多分結構きついよ。うん、エレキのサイクルが間に合わないからトルネか、うん、トルネがちょっとね GG になってる。よし、あつあつ、このコウモリが無双する。いやこれ一本ちゃっちゃ折っちゃいたいね。でここにゴースト使ってくれたら熱い、熱、しかも無能ゴーストだ、熱いねそれは。でこれ早めにしばいてもらってからの、ここのロイフグウッドでいいかな。いやー耐えてんの熱っ。これ豚残ってるからいっちゃおうぜ。エレキ？うん。いや、いい。いや、ここのダメージ結構熱いね。しかもなんか残ってんのが熱いな。スケファイスピーウッドぐらいで言うてなんとかなる。トルネ来る。こんにちは。トルネ警戒、ロイホグ。いや、めっちゃいい。めっちゃロイホグ強い。熱い。こんなエレキでね、ダメージ入るのはさすがにもったいないからね。で、ここはもうかぶせて攻めちゃおう。OKOKOK。もう守れないもん、そんな。守れねえんだから。やるよ、やる。マシいけ、マシ。よし。さあ、あと600は、ウッドあと5回か6回だな、これ。ウッドが6回いけんねん。これ、絶対に攻めればもう勝ちなんですよ。あ、一回守りから来るのでも正しい。正解です。あの、ドリルとか使うと意味ないですね。いやー、マジ打ちだる。あと、キングがちょっとやべえ。いや、はい、たまたま手前に出したのがいい味出してる。うん。いや、ゴーストいないかな、これ、気毒。で、これ、スケとハイスピとかでぶっちゃけ止まるから。いやー、これめっちゃいいね。オッケー！いや、強いな。なんかさ、ホグとかだと、もうトルネ持ってるだけでダメージ取らないやんってなっちゃうんすよ。けど、豚の場合は、トルネ持っててもある程度ダメージ刺さるし、ね、まあそれこそセパもできるし、ヤリコブコウモリセパからのロヒクセパ、結構熱いと思うんだよな。さあ。よろしゅう。まあ、ロイフ強いよね。普通に強いよね。ロイフ自体は、半年ぐらい前に強化されて、別にそっから下方一回ちょっとだけされたぐらいか。そうなので、普通に強い。いやー、やりごぶ欲しいな。やりごぶセパしたいね。熱いこれ。マジで熱い。雪玉使って雪玉取るねっていうデッキじゃないから。ピピョン！いやー、めっちゃいい。この作業。セパレート作業。いやー、エレキー、あ、入んで、うん、メガナイト。いやー、美味しい、このメガナイト。金起動。ガチでさ。さあ、これ2コス使って金起動ですね。いやー、でも、怖いのは、読み矢の雨と読みザップ。これ、それがなければ、餌です。そして、なんと、2周目ね。あー、ヒースピガルってレアですよね。痛い。まあ、これはね。しょうがない。ここの次ですね。これメガナイトきついと思うんですよ、相手。だから、行きたいな。ロイ、雪使ってるからコウモリまで行っていいな。ぴょん、ぴょ
いやーこれやばいっすね。ユニット2枚出さないといけないですから。いやーしかも出しても結構刺さる。ロイホグね、なんか結局なんて言うんだろうな、固め出しじゃなくて、固め出しも強いんですけど、固めない方が意外とねいい場面もやっぱありますよね。相手がメガナイトの時とか、まあなんだろうな、こういうセパレートのカードがいっぱいある時ですね。アーチャーとかもねめっちゃいいっすね、こういうデッキに。これも相手捨てってことっすね、多分ガンムシのじゃない、守れないですもんね。ガンムシの形組み組みということで、これは早めにねちょっかい出してあげます。で一回下げたいな。さあでヤンキー豚攻め、これはねミスみたいなもんですね。なぜならこの後が地獄になっちまいます。飛べ飛べ飛べ走れ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 、うい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 。いやー強っ。雪が来るのかポテ。まあ、キング起動がキング起動が化け物すぎてやばいね。さあ後ろ下げてあげればもう終わりなんだよ。ツラーム来てもいいね。まあ、1本取っちゃうと、まあ、こういう後ろにね1コストとか捨てて時間稼ぎとかもできるから、まあ、防衛しやすくなるんでね。まあ、こういう高回転デッキとか使うときには、まあ、ちゃっちゃ1本取るのもありではある。さあ我らのペッカってことで、ペッカ使いっぽいですね。これでペッカじゃなかったらもう俺よく言ってるわそういうの、クランから出ていけって俺もでもよくやってた、なんか丸々使い集合みたいな。でも昔もやっぱあったんで、行ってそれを使わないみたいな。さあということで今回なんかスケキンくん、いやー1、3セパー俺の好きなやつ。あーマスケスケキン迫撃っすねこれも。これめっちゃ強いんだよな今。あれターゲットが取れてない、ウッドで、ファイボかポイズンか分かんないけど基本ポイズンなので、このヒースピが激アツ。いやめっちゃエイムがいい。しかもで、この相手のデッキの弱点、はい知ってます、知ってます、コウモリです。相手コウモリに何もできませんっていうのは僕は知ってるので勝ちです。あーそれはねちょっと危ないディガーですかね。多分コストがもうなくて終わりですね。さあこれは素晴らしいロフグですね。相手のディガーは余裕がある状態のディガーではなかったので、もう多分コストがねカツカツなんですよね。いいね。いやもうこんだけいけばもうロフグからのね読みとか言って適当にスケブじゃない、スケブ読み打ったとかしとけば終わるっすね。まあ、でもコストもないっすね相手。これこの迫撃は焦りの迫撃ですね。よいしょ、あん飛ばんかった。オーケー、さあグッドゲームですね。まあ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 相性も悪くはないか。5だったらまた変わるんですけどね。ポイズンの環境のやつだとコウモリがきついしブタクもきついと。いやさてはいい。さあ来たアントゥー、よろしく。とりあえずなんかウッドとか雪とかはね使ってほしいですね最初に。そしたらもうやりこぶコウモリセパセパからのロイホグポーンがいけるので、熱い。いやこれですこれです、これを押してくれると。あー墓石くんね、墓石くん嫌だね。まあウッドで縛くか一旦。いややりこぶ頑張ってんの。さあ攻めてコウモリまで行ってヒースピまで行っちゃう。ん何豚ですって。やばいやばいやばい、マジやばい。んコウモリお前ら早く消えろ。やばいやばいコウモリマジで、お前ら何やってる。やばいソルコールは来ない、
こっちかな。エレスピを信じた男。いやー、エレスピー。いや、いた。入りすぎじゃない？スケキンマジで。やべえ、攻めれば攻めるだけなんか同じような攻めが返ってきちゃう。何これ、マザネク様ね、怒ってんな。いやでも今回ロイか、まあ、マザネクがやばいぐらいかな。別にマザネク以外はちょろいっすね。なんならこのサイクル結構熱くて、マザネクいなくてザッピーもいないと、私のコウモリあなたどうするのっていうので教えてください。あなたはこのコウモリどうします。うん、いやーきついっすね。非常にきつそうですね、このコウモリが。いや問題は、マザネクスケキン組まれた時よ、これね。さあソウルコール、いや痛いんだよねマジでこれ、痛すぎてやばい。でも行くしかないので、男は行くしかないので行って、ウッドまで打って、まずは一本。いやカウンターえぐ、ちょ待て待て待て、カウンターえぐい、聞いてない。スッと打って、待ってやばい、お前やめろ、マザネク目の前で。あれ守れる次、ちょっと待って、守れるこれ、コウモリ早く来い。無理か、さすがにこれは落ち着くべきだったか。いや守れる守れる守れる、守ってるはず。ライトニングが来る、熱い。え、カット。おお、熱っ、7残ったわ、ラッキー。いや終わったと思った、いやラッキーすぎるな、最後捨てて。いやむずいね、なんかむずかった。でも OK ナイス、よし、さっきの勝てたのはでかいね。いや読めねえけど、鬼滅の刃なのはわかる。うん、さあ、クロスじゃん。まあアーチャーでクロス以外だったら何があんだろうね、あんまないよねマジで。いやークロスな香りしてんね。たまたま俺がクエイク持ってたら熱かったけどな。さあまあでもこれはもういけってことじゃないの、こうやって脳死で。あんま考えない方がいいっすよね、脳死でいって、あとは祈る。まあまあまあ、これをいっぱいやろう。ただそれだけ、一生これを繰り返そうっていう感じだよね。さあ怒ってる、もう一回ね、セパからの9コストあればできるのか。これ読み5来たら熱いけどね、ここにロイゴ来るだろうっていう。さすがにそこまで天才ではない。ロケなのか、あウッド使った、ヒースピ絶対飛ぶ、熱い、頑張ってる。いやいいよ。いやーでも、どうなんだろうな。クロスちゃきられるだけで結構渋いっすからね、僕からしたら。で、ファイスピとか出さずに、もう一回やりゴブからのロイングコモリ行こう。これ、サイクルがさ、相手より俺の方が早いってことだよね、多分。で、相手が追いつけてないっすよね、多分。ね。苦しんでるもんね。おい。いやあ、でもそろそろやばいかな。チキッチキッと入れて。いや、でもいい。よいしょ。まあ、これは、こうですね。ロイホグセパるとね、結構相手も防衛しづらいんですよ、クロスに対して。うん。あ、正面だとね、ウッドでいい感じのダメージいかれたりするから。セパると攻めつつ守れるんで、よいしょ、いっぱいやって、もうセパってるだけなんですけどね。セパってるだけなんだけどね。いやこのセパがいいんでしょうね。さあでロイグ飛んだ瞬間受けがいないので、
で、この間にしっかり左もね、ある程度対応してあげると。はい、さあ、豚セパレば、クロスに勝てちゃうよっていう。一生セパゲーでしたね。まあ、狂いそうだったもんね。最悪だって、ロイフグで来るじゃん。ロイフグで攻めつつ、さあ、かわいい。よきよきよき。さあ、チョコドラさん、よろしく。チョコドラってなんか白ドラみたいな感じだな。白ドラぐらいしかわかんない。チョコドラ。そんなゲームがあるのかい？さあ、スケバレー。いや、枯渇だったら相性そうだね。もうでも、セッパーローフやっとくだけみたいなのがあるよね。さっきと同様。いやー、ダークプリンスケバレーはね、知らないな。ダクプリスケバレー何ですかね。まあ、ダクプリ咲いてるからこれ結構おいしい、ね、結構おいしい、ね、いけ、セパ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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。何かは生える。アウム枯渇のあれかな、なんかねちょっと違う形っすね。痛い。ああ、緑の集団がワンパンされちまった。まあ、ウッド使いどくみたいな。でバレル来たら1コス2枚で完封と。いや、バレルが多分ねんじゃねこれ。多分普通にゴブリンバレルをスケバレにしてるっすねぐらいしか考えられないよ。ワンチャン雪玉ですね。雪玉好きだね。芝雪玉が好きらしいですね、この相手は。おい、いや、これ回復して地味に入るんだよね。いや、でもこのダークプリやべ。受けれねえ。助けてー。毎回ね、雪玉打ってくれるからね、位置をちょっと変えていかなきゃいけない。いやー、ダメージ的には勝ってるね。でもこれ、ひよった瞬間終わる気がすんな。控えめに行った瞬間ね。さあ、どうしようかな。なんかさ、攻めようと思えばいつでも攻めれるし、守ろうと思えばいくらでも守れるんだよね、ずっと。いやー、めっちゃいい雪それ。さあ、ちっこいよ、いっぱいいるよ。まあこれウッドかな、すぐ回るからな。熱いよな。さあ、ムートがやばい。危ない。いや、これ耐えたのでかい。結構今の危なかったね。スケバレが意外と厄介。ウッド使っちゃおう。うん、でも逆にスケバレだとみたいなとこもある。いや、この吹きは邪魔だね、さっきから。こういきます。なんかね、1コスで前ある程度抑えられるってね、教えてもらったんですよね。え、待って、めっちゃダメージ入ってる。もう攻めとくじゃない、こんな一生攻めた方がいいんじゃね。分かった。なんか守るからダメなんだ俺。中途半端に守るとね、守れないんですよ。だからもう一生攻めよう。入れ。緊急回避。
やばいやばい、マジで緊急すぎる。マジでわかんねえわかんねえ、ガチで何がどうなってんのかわかんねえけど、意外と豚出しておけばなんとかなるっていうことはわかった、それだけはわかる。やばい、ロケットロケットあった、ちょっと待って、でも足りないね。おーい汚っ。いやーちょっと下手すぎるかな、ごめんな。これはね、俺がダメだったな。もうちょっと美しく勝ちたいよね。さすがに俺がアタフタしすぎてったっすね。危なかったっすね。相手のムートの後ろの吹き跡がいやらしい攻めがうまかったっす。だからロイフ飛ばしてユニット咲かして低コストでしっかりさばいてからの2周目ロイフぶっ刺すとか、なんかもう綺麗に勝ってそうなパターンはあるのにもかかわらず全然刺さんなかったな。それは相手がうまかったのかさとね。美しい勝利を届けたかったですね。さあ今回ゴブドリ、まあロイフグはゴブドリにもう 100-0 と言われるぐらい相性は渋いです。まあ勝てそうなのか、一応か U の方っていうのがレアっすね。キング起動できるかお前。あーん、あんあんあん、痛すぎ今の。さばきたかったね。さあまあ相手がドリル飛ばしてきた瞬間にロイフを飛ばせば言うてダメージ入ると思うんですよ。ある程度はね。あとはドリルをどれだけ抑えられるかって感じかな。さあセッパは熱い、見えねえなこれ。あれ相手ファイブ外してる。いやーファイブウッドの方はやばいね。それはウッドですら嫌なのにファイブウッドね。しかもスケファイスピアやばいねこれ。いやーバルキリーとかないこと信じていくしかないよね。ハンティングか、ハンティングムーターの人これもしかして。いやハンター強い。いやーでも右サイド削れてんのは強い。痛いね。施設がないブーちゃんっすね。いやー右削りたいけど左も狙っていかなきゃな。いやむずいっすね。ユニットでカウンター来るのがちょっと嫌だね。一回置いてファイブを使わしたい。これ次結構熱いな。いや結構熱いな、ファイブ回んないもんね。めっちゃ熱いめっちゃ熱い。ロイフ行きたい、こんなん許容。終わりやね、飛べ。あっつーい。いやーこれは決まってない。
白熱してる。いけ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 よら。SP。ん、やばい、わあマジかよ。いやーこれはでもしょうがない、しょうがないな。絶対左を削るプランがあったのかな、これ。ワンチャン迫ってて左を狙うべきだったか。いやーこれ難かったな。ムーとアンター5でもらえるからね、どうせ削り切りたかった気もします。いやー悔しいけど強い豚ね。ということで皆様 1.9 ロイグぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。